メです。ダメすぎます。今度は俺が救う番だ。ご無礼ながら、お先に失礼いたします。信長！愛せねばまた、まみえようぞ！家康様には、指一本触れさせぬ！最善を尽くすのみ。徳川の神聖と称えられた男は、その強さゆえ向こう傷が絶えず、その若さゆえ衝突を繰り返す。彼は試練を超え徳川の巨星となれるのか。井伊直政と赤備えの伝説が今始まる。神聖の章。これが武田の赤備えの力か。井伊家当主直虎の養子で、最善を尽くす。それだけだ。やってみろ新入り。武田に囲まれている長篠城と信政を救う。富ヶ瀬山砦へ攻めかけよ。トラマツ、譜代の方々の言うことをよーく聞いてですよ。母上、ご心配には及びません。その幼名呼びはそろそろやめてください。みんなわしに続け。
先陣を切ってもいいですか。徳川のため最善を尽くさねばなりません。でもわしに続けって言ったよね。南に兵が集中し、織田本陣周辺が手薄に。馬防柵があるとはいえ心配ですね。武田騎馬隊は不滅、馬防柵を突破し信長を撃て。徳川軍は長篠城にかかりきり、織田本陣は手薄ぞ。開門。そのまま長篠城へ向かうのだ。かかったの勝つよ。しまった、まだ鉄砲隊を隠していたか。信長様はわざと本陣を手薄にした。武田の残存兵力を誘い殲滅するために。臆するな、山形正景と赤備え俺にあり。再び策を蹴倒し、信長の首をかっ。任せやれ。くれ。開門。任せやれ。なぜ死に急ぐ。最善に尽くしたまで。長篠城をさっさと落としちまいましょう。最善を尽くしたまで。5人打ち取りました。普代の方々、俺に続いてください。なるほど、ちょっとできおるからってわしらとてちゃんと働いておるわ。そう怒るな。昔の我らの総督が若く一途でどうしようもなく煽る。身のほど知らずめ。ブーム、そうぞ。殿が騎馬隊に襲われしとき、武者を一気取り逃がしたな、信玄。俺の精進が足りなかっただけです。油断しなければ、一人でやり遂げられた。一人でか。次もその次もそのまた次も、その油断なくやれるなら、それでよだろう。お役立様、信長の首には今一歩及ばず。勝頼様、どうかご無事で。古き者の不動よ、古き時代と共に。無駄死にという人もいるかもしれない。だがこれが武田のための最善だった。魔防柵と鉄砲の力がこれほどとは。もはや我らに勝つ手立ては。勝頼様、最後まで諦めてはなりません。私は敵婦人の穴をついてみせます。織田ではな
く徳川を狙ってくるとは。かっこ撃破し戦況を変えるつもりか。抗うか。むかち。父の仇、今こそ撃たん。まだ馬防柵に突っ込むか、武田武者よ。無謀なれば心が熱くなる。信長を撃たば戦はひっくり返る。武田の意地見せようぞ。東京の処理に不来の方々の力はありません。俺一人で十分です。直政は確かに強いが恐れを知らん。そして頼ることも知らぬ。危ないところであった。そなたは侮れぬな。長篠城の守備結構固いね。なら城主の奥平さんを討ち勝たせてもらいます。前敵将我が年次の記憶に朝はまだ他の者とうまくいっておらぬか。だがゆくゆくは徳川を支える柱となろう。急げ。一人で突っ込んだ陣営、いつまでは何が起こるかわからん。何ですか一体。ちゃんと結果は残しましたよ。奥平さん、功労はいただきますよ。開門。みすみす兵糧を渡してなるものか。わし自ら侵入者を撃ってくれるわ。直政、水産、武田はまだ終わりではない。馬場様、内藤様、攻めましょう。開門。武田はまだ兵力を残していたか。追ってはおけぬ。さて、信行たちとこうしようか。押し通す。誰に挑むとは無関な勝だった。敵将を討ち取った。この戦ぶり我が血を限るわ。討ち取った。かなう相手ではなかったか。なぜ相手となる。貴様、我が年次の記憶に留め。ここは譲れない。いざ参る。
らぬものがこの俺にもあるね。貴様ら程度では俺に傷一つ残せない。押し通す。そこは譲れない。いざ参る。譲れぬものがこの俺にもあるんだね。いざ無双無双。勇ある者は本多平八に挑め。誰に挑むかは勇敢な将だった。もはや武田の敗北は必至。分散して逃げない再起を図ろうぞ。開門。主のために最善を尽くさず逃げるだと。だったらダメすぎる。もはや我が将兵に戦意なしか。だがこの勝頼は最後まで戦おう。見事さらに精進せよ。この戦ぶり我が血もたぎるわ。かなう相手ではなかったか。この程度では信長は満たされぬ。最善を尽くしたまでだ。かなう相手ではなかったか。一つ残せない。最善を尽くしたまで。皆大義。これで武田も終わりぞ。武田武者の戦いぶりは実に見事だった。徳川譜代家臣はどうだ。なんです。いえ、徳川が勝てばいいんです。たとえどんなに傷が。お前が傷つくのは構わんが、周りのもお前を救おうとした者が討ち死にしたら。ダメです、ダメすぎます。た、忠勝さん、トラ、ナオマさん。父で生き残れないのは精進が足りないからです。俺は常に徳川にとっての
直政、こたびの戦も見事。ありがたきお言葉ですが、まだまだです。一気に相変わらず己にも厳しき男よ。屈強にして勇猛果敢、戦国再起鉄砲を前にしても臆せず前のめりにしる。わしも同感よ。そしてあの果敢な盾、家康様。直政、お主は今より武田の赤備えを。はは、いいの赤備え。これからも家康様のために最善を尽くしましょう。